FV107 シミター。2011年、スターストリーク地対空ミサイルを搭載したイギリス陸軍のストーマー装甲車。2005年、イギリス陸軍サフィールド訓練部隊所属車両、カナダ国内。CVR はイギリス陸軍及びそのった採用国で配備されている早期式装甲戦闘車両のシリーズである。これらは小型で空輸により迅速に展開でき、 サラディンリン走行車の後継車種となった。1960年代にアルビス PLC 車によって開発され、スパルタン APC、スコーピオンやシミター、サマリタン走行救急車、FV102 ストライカー、FV106 サムソン走行回収車などがこのシリーズに含まれる。すべての CVR 系列の車両は統一された、車体構造やサスペンションで構成されており、 重量軽減のため素材はアルミニウムが多用されている。1996年の時点では3500以上の車両が英軍用や輸出用に生産された。ストライカー及びスコーピオンは現在はイギリス陸軍から退役している。シミター、スパルタンは将来緊急展開システムによる新型車両やイタリアのイベコ LMV の英軍バージョンである。 パンサー CLV に代替される予定である。1960年代初頭、イギリスの海外駐留は、駐屯地の維持費などがかさみ防衛予算の圧迫の元であると指摘された。そこでイギリスは、紛争地域へは兵力及びその装備をヨーロッパの基地から空輸して展開するという新たな戦略を立てることにした。そのために空輸での展開が実用的なほどに軽量で勝つ部隊に、 対走行戦闘能力と火力支援を提供可能なアフフが必要とされた。また、ちょうど同時期に FV601 サラディンの後継車両も必要となっていたのである。1960年にアームアードビヒクル、リコネッサンスと呼ばれていた計画が開始された。この車両は 76mm ないしリメートルの手法を砲塔に搭載し、社長、運転手、 宝手の三人で運用される。体操効果力は後に開発されたスイングファイア対戦車ミサイルを車体後部にマウントして獲得する。また、送輪、送機式双方が開発され、FV432 と同じエンジンとステアリングを共有する。しかしプロトタイプの最終モデルでも重量は13トンを超え、空輸するとなれば、許容重量を超過してしまった。 重量軽減のために鋼鉄に代わり、アルミニウム装甲を導入することとなった。そのための研究で、砲平火力の砲弾破片に対してその密度をもって、高い防御力が得られることが判明した。輸送機の内部に収めるために、車高は2.5メートル以下、横幅2.102メートル以下にとどめることが必要とされた。さらには、 設置圧もオプシ c の要件を満たすために大幅は0.45メートルとされた。さらに幅の規定は用いるエンジンの選定にも影響し、陶器装備の運転士のすぐそばに入る大きさである必要があった。このためエンジン区画はわずか0.6メートルにとどめられた。この条件に適合する強力な走行車両用エンジンは民生品を転用した。 ジャガー4.2リットルガソリンエンジンを除いて、まだ開発されていなかった。運転手席は、車体前面のエンジン区画すぐそばに存在し、このため砲塔は、車体後部に配置される。走行化され76ミリメートル砲を装備した、最初の火力支援型であるスコーピオンはこの、砲塔配置が、サソリの尻尾を連想させたことによる命名である。サラディン、スタルート、 サラセンなどのような以前に、アルビスが開発した車両と同様に、S が頭文字の単語という命名規則もある。よって、他の車両もストライカー、スパルタン、サマリータン、サルタン、サムソンとすべてこれを反映している。加えて、英軍爆量はこの他に3 0ト、mm、ル砲搭載のシミターも注文している。1967年に、 アルビスは30台の試作型 CVR の生産契約を与えられた。そのうち P1 は P17 スコーピオンの試作型 I18 から P30 は他の6種類の CVR 規格の車両だった。イギリス国防省の過失厳しいコスト制限の下での製造であり、1969年1月23日に最初のプロトタイプがコストと時間の制限をともに、 満たして生産された。その後、あらゆる環境での活動に耐えられるが、ノルウェー、オーストラリア、カナダ、アブダビの寒冷高温、乾燥地帯でテストされた。1970年5月に CVR はイギリス陸軍への配備が認められた。最初の契約は275両のスコーピオンと288両のシミターである。 最初のスコーピオンが完成したのが1971年で、イギリス陸軍への初期の配備は1971年1月である。1986年までにイギリスは、総計1863両の CVR を受領した。内訳は、スコーピオン313両、ストライカー89両、スパルタン691両、サマリタン50両、 サルタン291両、サムソン95両、シミター334両である。1988年にアルビスは3200万ポンドで対応年数延長プログラムの遂行の契約を受注した。初期の契約では200両の CVR と1107両以上の車両への補修キットを納入するものだった。延命計画はシミター、スパルタン、サルタン、サムソン、 サマリタン、ストライカーに対し行われた。アップグレードの大部分を占めたのは、ジャガー製4.2リットルガソリンエンジンをさらに、高性能なカミンズビティ5.9ディーゼルエンジンへ、乾燥することだった。70両の車両に施される、第2の契約は、アルビスと基地修理機構に分けられた。アブローその後、残りの600以上の CVR に対して、延命回収を行った。 アルビスも輸出型の CVR に対してディーゼルエンジン化、サスペンションの性能向上、新型の理解や視界の向上など包括的なアップグレードを施した。ブルネーが唯一オーバーホールのため変換した国として知られている。2001年にタレスオピトロニクスは赤外線式の暗視装置を英陸軍のシミターと王立公平のスパルタンに搭載する契約を受注した。 新型のサーマルイメージレーザー距離測定式の照準器を報酬に提供し、社長はモニター及びマップディスプレイなどでそれら情報を得ることができる。退役後、屋外展示されている FV101 スコーピオン FV101 スコーピオンは元来、イギリス陸軍の CVR の要件を満たすために開発された。スコーピオンの配備が許されたのが1970年5月であり、 契約は275台、最終的に313台の生産となった。主な武装は低初速 76mm 手法及び、同軸の L43A17.62mm 汎用機関銃及び多連装スモークディスチャージャーである。これを装備した最初の連隊は、王立機兵隊のブルーズロイヤルズである。1981年10月、 空軍連隊百184両のスコーピオンとその他 CVR を受領した。これらはイギリス、ドイツ、キプロスのイギリス空軍基地の防衛のためである。英国のスコーピオンはすべて1995年に退役した。詳細は FV-101 スコーピオンを3章3両の砂漠塗装をした FV-102 ストライカー。最手前の車両のミサイルランチャーが行革を取っている。 FV-102 ストライカーは CVR の対戦車ミサイル搭載型である。このタイプをイギリス陸軍は48両受領をした。武装はスウィングファイア対戦車ミサイルシステムである。ストライカーは速応装備として5発のミサイルを車体後部にマウントしており、あと5発を車体内に収容している。副武装として L43A1 及び タレンソースモークディスチャージャーを備える。ストライカーの外観はスパルタンとよく似ているが、識別はミサイル発射管に行革を取ることから容易であった。スウィングファイアがジャベリンに代替された2005年中頃以降の活躍は難しい。詳細は FV-102 ストライカーを参照は平理工部隊のペイントをした FV-103 スパルタン APCFV-103 スパルタンは 小型の装甲兵員輸送車である。乗員数は7名でそのうち兵員は5名。イギリス陸軍では、不評輸送よりも、工兵や偵察チーム、対空砲や迫撃砲チームなど専門グループの輸送によく用いた。2006年中頃時点で、イギリス陸軍は478両のスパルタンが現役であったが2009年には同じ役割を、パンサー CLV に代替された。 詳細は FV103 スパルタンを参照 FV104 サマリタンと FV432。1991年湾岸戦争 FV104 サマリタンは CVR の走行救急車型でありイギリス陸軍向けには50両が生産された。外観はサルタン指揮者によく似ている。乗員は2名で3人分の単価を乗せることができる。 タレンソースモークディスチャージャーを除いて、武装は施されていない。詳細は、FV104 サマリタンを参照、FV105 サルタン式統制車海 V105 サルタンは、CVR の式統制車両型であり、2006年の時点で、イギリス陸軍に206両が配備されていた。APC 型よりも広い兵員室を備えており、より快適な作業空間を提供している。 大型マップボードやデスクが車体の一方に備えられ、向かいには3人が系のシートがある。これらの前方で無線手が4機の無線機を操作する。武装はピントルマウントされた汎用機関銃と多連装スモークディスチャージャー。車体後部にはブリーフィングエリアの拡張のためにテントがついている。詳細は FV105 サルタンを参照。 FV106 サムソン走行回収車回 V106 サムソンは走行回収車型である構造としてはスパルタンの後部にウィンチを取り付けた車両である詳細は FV106 サムソンを参照 FV107 シミター走行偵察車回 V107 シミターはスコーピオンによく似ているが自衛のためのラーデン 30mm 機関砲を装備する走行偵察車両型である 副武装として、同軸の汎用機関銃を及び、多連装スモークディスチャージャーを備える。弾薬搭載量は 30mm 弾を160発、及び 7.62mm 弾を3000発。2006年の時点で328両が、イギリス陸軍に配備されていた。将来緊急展開システムの偵察型に代替される予定である。詳細は、FV107 シミターを、 参照セーバー偵察走行車セーバーは、スコーピオンの車体に、送輪式の CVR シリーズである、FV721 ホックス走行偵察車の、砲塔を搭載した複合車両である。武装はシュミターが装備するのと同じラーデン 30mm 機関砲である。この車両は砲塔に、いくつか改良を施した後の1995年に、実戦配備された。また、 スモークディスチャージャーと同軸基準も変更されており、後者は L91A1 チェーンガンに変更されている。2004年に退役した。詳細は、セーバー偵察装甲車を参照スターストリーク地対空ミサイルを装備したストーマーシールダー自来不設システム装備のストーマーストーマーは、1970年代に開発された現代的な装甲車であり、 CVR の規格で作られている。これは多少大型化、重量化している。生産開始は1982年で、マレーシアが APC 型を発注した。イギリス陸軍がストーマーを採用したのは1986年で、スターストリーク地対空ミサイルシステム装備型と、シールダー地雷布設システム装備型が発注された。アルビスの事業を継承した。 ベイシステムズランドアーマメンツはストーマーを多くの目的に適応するためいくつかの派生型と共に売り込んでいる。インドネシアはストーマーの APC 型、指揮者型、救護者型、回収者型、可強者型、輸送者型など多数の派生型を50両注文した。マレーシアは35両、オマーンは4両、イギリスは170両以上を保有している。 詳細は、ストーマー装甲車を参照イギリス陸軍において、CVR は主に王室騎兵隊、第1王立竜騎兵、第9、12ロイヤル、槍騎兵連隊、軽竜騎兵連隊、クイーンズオンヨーマンリーなどの偵察連隊に配備された。シミターは、飛行連隊の4個中隊と機械化不評大隊の偵察小隊に配備された。1974年8月、第5、 16王立槍兵連隊のスコーピオン中隊が C-130 ハーキュリーズ輸送機によってトルコ軍の侵攻からソブリン基地を防衛するためキプロスへ輸送された。CVR を導入した他の欧州陸軍はベルギー、スペイン、アイルランドである。ベルギーはスコーピオン、シミター、サルタン、スパルタン、サマリタンを1975年に受領した。これらは 第7旅団の第1、3槍兵連隊及び第2、4ライフル兵連隊に配備された。ベルギー軍は1986年に CVR をすべて退役させた。アイルランド陸軍は少数のスコーピオンを陸軍機兵軍団に配備した。1982年のフォークランド紛争では、ブルーズロイヤルズの2個中隊がタスクフォースに組み込まれた。 これらはサムソンに支援されたスコーピオンとシミターを装備しており、この紛争で戦闘に参加したイギリス軍における唯一の装甲車両である。ワイヤレスリッチの戦いにおいて第二大隊パラシュート連隊に火力支援を提供し、またタンブルダウン山の戦いでは第二大隊のこの F 表にも同様に支援を行った。1985年、スペインはスコーピオン17両を 海兵隊向けに取得した。これらスコーピオンは2004年に退役している。湾岸戦争において CVR はイギリス陸軍に多くの派生型が配備されていた。第1機構士団付属の士団偵察連隊では、シミター36両、ストライカー16両、スパルタン12両、スルタン9両、サムソン1両が配備されていた。 気候連隊及び機械化不評大隊の偵察部隊にはスコーピオンとシミターが8両ずつ配備されていた。CVR ファミリーを装備したイギリス軍編成偵察連隊はボスニア・ヘルツェゴビナに NATO の和平利口部隊の一員として参加した。2003年のイラク戦争でのテリック作戦が CVR にとっての次の戦場だった。第一陣である王室機兵連隊も CVR を装備していた。イラク戦争の後に CVR はアフガニスタンでの活動ヘリック作戦に参加する編成偵察連隊に装備された。とりわけ、軽流機兵連隊にパンサーズクロー作戦で活躍した。2015年にはラトビア陸軍にイギリス陸軍から退役する車両を123両導入すると発表し、その後イギリスから売却された車両を 各部隊に配備している。なお、これが、同軍初の装甲戦闘車両である。イギリス、ベルギー、スペインで退役した現在、欧州域内の主要国は、アイルランドとラトビアである。中南米において CVR は、チリ、ホンジュラス、ベネズエラに採用されている。チリ陸軍はスコーピオンを28両保有しており、レオパルト1やレオパルトに追犯して、 偵察任務に用いられている。ベネズエラ陸軍は50両のスコーピオンと2両のスルタンを運用している。東南アジア及びオセアニアでは CVR はブルネー、インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン、ニュージーランドで採用されている。ブルネーでは艦隊向きに CVR を19両、内訳はスコーピオン16両、スルタン2両、サムソン1両である。インドネシア陸軍は ベルギー製国カリル 90mm 低圧砲を搭載したスコーピオンを90両とストーマーを保有している。このストーマーの派生型は APC 型、式通信型、救護型、回収型、加強型、補給型を保有する。タイではベトナム共和国が降伏し、東南アジアの緊張が高まっていた時、太陽国陸軍がこれに対し軍備を拡張した。 この拡大の一環で、スコーピオン144両を1973年から1976年にかけて取得した。フィリピン陸軍は40両のスコーピオンを軽装甲果手段に配備した。送輪車両と早期車両を混合して導入していたが、スコーピオンが彼らの唯一の体操甲果力だった。ニュージーランド陸軍は、少数のスコーピオンを運用し最大でも、 小隊規模である。なお、新型の車両での代替が予定されている。中東の CVR 運用国は、イラン、ヨルダン、オマーン、アラブ首長国連邦である。1980年から1988年のイラン・イラク戦争で、イラン陸軍は、第28不評師団の偵察連隊にスコーピオンを配備した。損害や活躍についてはよく知られていない。 1997年12月、イランはトサンラブを生産したと発表した。これはスコーピオンをベースに9 0ト、mm、ル砲を装備したものである。ヨルダン陸軍はスコーピオン80両とスパルタン100両を運用している。いくつかのスコーピオンはイラン・イラク戦争でイラク軍が露覚したものがヨルダンに渡ったとされる。スパルタンはベルギーで退役したものを取得した。 オマーン陸軍はサラギン装甲車の代替として30から50両のスコーピオンを運用した。これらの受領は1982年から1983年で3両のサムソンも同時に受け取った。1985年、第二の発注を30両分行った。こちらはスコーピオン、スルタン、スパルタン、サムソンを注文している。また、 新型のストーマーの運用も行っている。アラブ首長国連邦はスコーピオンを76両を装甲旅団に配備している。湾岸戦争において一部参加し有名になった。アフリカの CVR 運用国はボツワナ、ナイジェリア、タンザニア、ト東ゴである。ナイジェリア陸軍は1976年以後、不評の編成を改定した。彼らの所有するアフフには、 台数未定のスコーピオンが含まれている。オーストラリア陸軍は CVR を採用していないが、M113 走行兵員輸送車にスコーピオンの砲塔を搭載した車両を運用している。これは中偵察車として火力支援任務へ従事している。なお、これらは新型車両に代替される予定である。カナダ陸軍もスコーピオンの砲塔を用いている。こちらではアベグップの 車種クーガーに搭載されている。総計195両のクーガーがカナダ軍で運用された。ありがとうございます。